すごくね、セレアなもんですから、うわーとか言われたら、ドクターはどう喋ろうかなと思ってるうちにね、たまえとかやかましいとか言ってしまうんですけどもね。あのね、それを言われるとね、喋れなくなる。昔からデビューした頃からね、もう身内、身内って言っても親とか兄弟ではないですよ。レコード会社の方とかのスタッフに、お前な、喋らなければ色っぽいな、ただ何もせずに買ってるだけだったら色っぽいな、ねえ、中さん。よく言われてきましてね。まあでも私の好きなタイプって女優さんでいるんですけど、わかります？私が女優さんで誰が好きか。女優さんでどういう人に憧れてるかご存知？岩下志麻さんはね、あまりにもなんかすごすぎるかなっていう感じはするんですけど、お亡くなりになったの、もうなってるの。さ、さ、さ、うん、さ、い。そうです。あの方が好きでね、なんかすごくテレビでね、一度トークの番組で見たことがある。その時にすごく衝撃を受けたのがね、椅子に座っていらっしゃってね、着物なのにね、なんかこうちょっと足組んでる時もあってね、でガーって笑うの、おおとかうふふじゃないの、ガーって笑うようにすごく色っぽいのよ、うん、なんかね。